お、なんだこれは。北北東来たらなんか変な物体がある。え、これ入ればいいの？動かせんじゃん。なにこれ、敵出んのかよ。敵出るのかよ。馬に乗ってる男がいる。相当の趣味をお持ちのようだな。あ、これなんかこの中入ればいいの？なにこれ、乗ってみるか。よくわからん。ジーラー、俺たちが来た頃にはもう貴様らの好きなさせねえぜみたいな感じの面構えをしているこいつらはかなりやばいぞ。魔界の深海魚だ。ついに俺たちは出くわしてしまったようだな。この世の恐ろしさ。エストポリスのヤミリってやつ、すげえな。ジュエリには強すぎだろ。半端ねえ。4200だが私たちも強いわ。私たちはもっと強い。なぜなら私たちはヴァンパイアといっぱい戯れてきたからね。心の強さを持ってるの。おお、なんて高い僕あんの。は？乗ってみるか。どういうこと一体。ここに突破すればなんかもらえんの。デスアロー、邪悪の水いらねえだろ。聖なる水くれよ。ホーリーボトルみたいななんかやつは。でここに乗っても、ああ、もう一回行く？しょうがねえな。あそこで待って。うえマジか。流されてきて。で、さまよい。で、おめえらが、何の水泳大会なんで言った？俺に教えてくれ、一体。お前らなんか、水中に、この、海に集まってよ、なんか。わーいみたいな、そういうテンションになってるけど。どういうテンションなの、一体。真夏の海大会で、俺、また誰がこういうしたよね、今。早く逃げて、よし、終わると。はい、マジック。またいらねえ系じゃないの。絶対いらないだろう。もう俺のなんかもう宝箱に対するなんか期待値がもう相当下がってるから。もうガタ下がりだよ、もう。なんかこんなに苦労してんのに、みたいな。なんか、通るまですごいなんか大変な思いをして、なんか、この敵どもの攻撃をかいくぐって俺たちは来たけれども、みたいな。なかなか恐ろしいぜ。ここでしょ？だからもう歩いていけんじゃん。ダッシュ使わせてくれよ、俺に。ポポンポポンポポン。風呂っぽい音がする。ここだべ？ジルゴンリスト。結婚のコンテスト見たぞ、無理はなんだって。お？それできんぞ。お前か。ない！長々に上がる。ポポポポポポ。いい音だな、なんか。バーン、シースネーク、エビルシェル。グラビアアイドルみたいな、なんか、ミカーなんか。この海域のグラビアアイドル。エビルシェル。あの生足。左足をちょっとそれを見て、ちょっとなんか喜んでて。口を開けてなんか。嬉しいねーみたいな。どういうテンションだって。800ゴールド。ふざけんなって。ここに来て800ゴールド。いらねえぞ。起きた。俺たちが来たからにはもうお前らの好きなだ。と言う前に俺は逃げる。逃げ続ける。お、え、なんか突破しちゃったんだけど。何ここ、これやばくね。え、つうかさ、なんかさ、街行けっつったよね。この北になんか街があるからっつって。やばくねえか。え、でも行っちゃう、もう。あ、もうここまで来たらめんどくさくない、逆になんか。だから、上行って、ちょっと見てみて。やばい、またちょっと反乱が起きてる。ジュリナによる反乱が起きてるぞ。あなたたちいい加減にしなさいよ。私はどれだけこき使う、こんなこき使わせてルーラー使わせまくって。爆発するぞ、それ。本気の爆発。そんなつもりじゃなかったんだよ、ジュリナ。ごめん。許してくれないか。俺たちのこと。いや、行こう。行こうぜ。行こう行こう行こう。まあ、たぶん、これあれでしょ。でもなんかラスダンっぽくね、なんかむしろ。空気的には。あれでもここってさ、見覚えないなんか。え、ここってあそこなの？オープニングの場所なの？もしかして。え、曲もなんかあれじゃん、なんか。曲もかなり不穏になってるんだけど。やばくねえか。行っちゃうか、じゃあ。行こう行こう。手に出てくるか。マッドウルフ・グリフォン！マッドな野郎が来た。狂気を感じる。それをちょっとなんかその二人を統率する男。それが右のグリフォン。私がいるからにはもう安心だ。好きなだけ暴れるという。このなんかもう半端ないな。たくましさ。
私がいればこの馬守れる。ここのガーディアンとなろう。逃げられんぞ。逃げろ。何をふざけたこと言ってるんだ。逃がすわけはないだろう。そんなことを言ってられるのは今のうちだけだぞ。さあここで命を捨てるか、それとも私と戦うか、選んでみろ。やばいぞこいつ、本気のあれだな。魔界の資格だぜ。強すぎだろ。まあ、最後後ろ二人に任せる。使うか。エスリート、アスリート、おめえらに下げられてもよ。俺たちにはこれが愛と呼ばれるな。素晴らしい力がある。うれえ。全然楽勝で倒せんじゃん。なんだこれ。あんなになんかめちゃくちゃで、もうなんか逃げるくらいだったら倒した方がよっぽどよかった。お、取ってるな。俺たちのかつての両親たちがなんかもう、両親だっけ、両親じゃねえや先祖が、先祖たちが頑張ってここ攻略したもんな。マウンテンタートル、こんなやついたっけ。いやもうやっちゃう、どうせあれだもんな、どうせ逃げらんねえもん、この人たち。ベベベーン、158、ラギアン、よ全然食らんねえじゃん。やばいところだこいつは。弱点じゃ、雷か、雷あたりか、それともフレイヤー効かないか。じゃあ水やってみるか。強いな、狂ったよね強い。じゃあ俺これ全滅したら最悪なんだけど。俺金だってあれだな、俺金すげえ持ってるから。なんかあれだよ、ね、今やばいよ、早く使っておかないと。ここに来る前にちょっと装備全部整えればよかった。でもなんかマキシム編のさ、あの話らでなんかあれだよな、俺敵結構ごつかったもんね、なんかね出てくるやつ。それ考えたらもっとあれなんじゃないかな。まあラスランじゃないみたいな、経験値的になんかだとホーリーなんちゃらかんちゃらとか持ってるし、ホーリーソロとか持ってるし、まあ、ラスランじゃないか。だってまだデュアルブレードだけまだ手に入ってないもんね、そもそも。もう一つぐらいあるかな。じゃあ俺の予想一応覚えてねえし、覚えてない。虚空の彼方に追い出してしまった。悪い思い出は、別に悪い思い出でもないけどね、悲しい思い出だ。あやっぱこれここじゃん、これ見覚えあるもんだって、この通路なんか これいいよな、こういう感じの。なんか昔なんか英雄たちが歩いたこの場所をなんか俺たちも歩んでくるみたいな。もうじゃあもう結構なんかもうクライマックス近いんじゃないかな、もうそんな感じがするぞ。マッドル、また貴様か。私が来たからにはもう大丈夫だ。ふざけてやがらね。ウォルド一撃、アグロスここに来てなんか覚醒し始めてるんだ。俺に任せろ。緑の男、こいつらノコノコ見てんの。ウォールド強すぎだろ。デルアル、これザオリグじゃないの、もしかして。俺の予想って完全回復。なんでお前が、ジミー、お前がまさかそんな魔法覚えるとか。何者だ貴様、これどっちだっけ、こっちだっけ。おっ、やばくねえか。剣があるじゃん。デュアルブレード、何の音だ。おお来た。え、ほう、そっくりだ。あ、そうだ、エリューヌってやつ、そういえばまだ出てきてないよね。ちょっと来てくれ。どうしたの、これは。ん、私なんだ。え、まさか。え、何、もしかしてこいつがあれなの、子孫とかそういう感じか、もしかして子供とか。さすがにそれはねえだろ、普通の女よ。それありそうだな、果たしてそうかな。やーべえ、もう来てしまったか。
あ、もうこれ復活してんじゃん。マキシミの子孫か。全員揃うとき16年前は？え、どういうこと？親の顔覚えてるか？残留精神が作り出したもの、生まれ変わりみたいなもんか。この場所へ連れてきてもらうためだ。ルフィアがいたからなんだ。おい、思い出してもらえない。やばい、早く取り出しないと。撤退だろこれは。やばいぞ。お、じゃあついでに、じゃあここに行くか。じゃあこれやばいな、急になんかあれだな、まずい状況になってきたぞ。ちょっと待て、お、まさか行く気じゃないだろうな。起きてる、どうするんだ。うわ、これなんかやばい、やばそうな気が感じがする。現実から逃げるの嘘だと言うけど、何が言いたい。だからどうしたってんだよ。奴らまた復活する。だからそれ放送すればいいじゃねえかよ。いやー、じゃあでもこれダメだもん。ダメだよ。どうするつもりだ。ふざけんなよお前。そこも言うことじゃねえだろお前。お前ら喧嘩するな。自信はないとかそんな言ってる場合じゃないだろ。考えること関係やべえ。めっちゃ聞いてるけどな。めっちゃ聞いてますけどね。かわいそうだなこれ。しょうがねえけどさ。はにゃ。こいつだけなんかあれだな。もう脳天気すぎるだな。やばいぞ。結束がどんどん乱れてきてるぞ。空も飛べる。あ、一応あれか、 よかった。俺のが抜けるんじゃないかなと思ったんだよね。なんかもう大丈夫かな。なんかもうこのやってらんないみたいな、なんかちょっとなんかもうやってらんないっつうか、なんかもうこれ以上もう地味に戦えないみたいな感じで、ちょっとなんか抜けるような感じがしたんだけど、なんか怖いな。でもなんかちょっとまだ怖いわ。何、絶対まだあるべ。なんか一悶着。グラスダール島の上に止まっている。北西、ほう、これはもう行くしかないべ。ちょっともう買うか、ガンガン買うでも。これ何なんだこの本の調度って。シルバーもこれもいや、高っ高っ。シルバーリスト、シルバーパワードラッグ、ビッグアロン、いや、これなんだっけ。あー、重いやつ。あ、ホーリーソード持ってんじゃん。あれ、装備してなかった。あ、リアル装備してんのか。いつの間に。俺でその装備を、そう、なんつうの、装備した後のなんかあれを見たかったよ、俺。ラックブレードもいいな、思い出の。思い出のソードだけど、俺はもういらんぞ。
パールもいらねえだろ。コンフいらねえ、ハイオフもいらん。あ、エクサーロとここら辺も欲しいか。フラットとか使ってねえよな。やべ、ミスった。まあ、いっか。しょうがねえ。あら、あれ、ザコを殺せってしまって。あれ、ミスったな。レベル上げるときに使えばよかったな、あれ。あいつに。箱の、めっちゃなんかくれるやつ。そのためなのか。犬ね、これ、謎だけどな。ちょ、まあ、どんぐらい強いの？うわ、すっごっ！めっちゃ強いじゃん！デュアルブレード強すぎだろ！なんだこれ。何が起きている？ホーリープレート？ちょ、待って、お前ら何それしてるんだよ。まだホーリープレート持ってない。ホーリーヘルムしか持ってないのか。じゃあ大丈夫か。よーし、まだうわ。まあ、どうせこれ他にいっぱいあるから大丈夫だろ。まずこれは2、2、2、1か、これは。これは1、2、カーターウィップ。一個買ってみるか。ソニックシューズ、ソニックヒール。最高じゃねえか。もうどんどんガンガン装備するぞ。これお前らが心配でしょうがねえぞ。お前らのこの結束がついたのが乱れてきてんじゃないかなって。俺の機運で終わらなければいいけど。俺は非常に心配だ。あ、よかったよかった。上がってないよと思った。まあまあ強い。まあまあ強いとか、まあ、そんな思ったら、思ったはずじゃないな。アーティの意味すげえ強いんだな。あ、でもいいか。え、ロットってあれでしょだって、単体でしょだって、そのダメージ与えられるの。じゃあ別にいいんじゃないの。じゃあこれでまた司教師にもう一回会ってみたいな、なんかちょっとそこでなんか一悶着あってみたいな。で、ルフィアがちょっとなんかふざけないでみたいな感じで、ちょっと発狂するか、それともなんか、どうなんだろう。心配だぜ。お腹に。お前何をしてるんだい。危険なとこ、お前が危険だよ。お前のが危険だよ。わら人形って。何を考えてるって。北西に行けばいいの、ね、これなんかすごい狭いじゃん、なんか。別に来る必要なかったよ、どうに。なかったっつか、なんかもともと。来た方が良かったなと思ったけど。で、北西でしょ、沼に囲まれた塔っつったよな。どうだ、また俺は誰かを攻撃してしまった。毒沼に囲まれた。で、あれか、どうやって行くんだっけ。北西か。じゃあ北西行ってみる。じゃあこの沼関係ないのか。沼っつうか、なんか沼じゃねえ、あれは。あれで、あれってなんだよ。北西？おお、何ここ？なんだここは。見覚えがあるぞ、ここ。ここってあそこじゃないの？ここ絶対あそこでしょ。全然違えじゃねえか。俺を騙すと言い訳をしている。パーン。もうずっと気づかないでくれ。俺も敵に遭遇したくない。どこに行けばいいんだって。あそこも違うよ、だって。またちょっと迷いそうだな。おお、危ね。一発で逃げてくれてよかった。助かった。そこら辺あれだな。ジュリにはなかなかちょっとうまいアローしてるな。サークルの感じみたいな、なんかコミュニケーション能力持ってる。その足さばき。あと、あいつがなんかあれだもんな。逃げれる確率だけやもんな。グラビアアイドル来た。海のグラビアアイドル。生足帝国。やばいぞ、もうどんどんわけわかんない。また俺なんかもう道迷ってきたぞ。こいつらあれだな。好きな人は相当好きか、ハマるかもしれない。グラビアアイドル愛好会。あ、でも研究所行くってたっけ。あ、そうだ、研究所行くってなんか、それ行くみたいな、その話ってやつやな。忘れてた。行こう。うん、うっすー。
パワーパワーオール、コン、またコン、これか。馬。エプロン。フレデリア。それはどこなんだよ。エプロンってどこだよ。マースが北にある。はん。じゃあそのエプロンってとこに行って、的を使いか。スイング使うからよ。スイングっていうかなんかもう連れてくからよ。なんかもうなんだよ。何をしても分からないっつってもう。最近とそういうの多いな、俺は。心が常に乱れてるのか。情緒不安定なのかもしれない。来た。あ、そう、こっち来た行ったことねえな、俺そういえば。なんだかんだね。おこんなところにあんのか。まだ消えてない。まあ、ドールが来た。あんな恐ろしい敵がいるだなんて。てれでほとんど崩れちまった。それに、あれあれかなんちゃらかんちゃら。あいつらの仕業か指揮をし。なるほど。俺たちに任せろ、それに関しては。問題は俺たちが解決する。ほう。あ、そこに行けってことか。その可能性は十分にあり得るな。せっかくなんか俺装備を揃えたのになんかもしかしてまたなんかあれじゃないか。初めから揃えなさなきゃいけない。北斗。結構あれだな。まだ続くな。続くっつうか意外となんか俺なんかもう結構もう街とかないとこないかなと思ったけど。で、あれどこだよ。なんちゃらかんちゃら。グランドブレード来たとこ、さっき俺買ったばっかりなの。ダメっす。買うよじゃん。いやでもまだあんでしょ。まだあんだったらいいやじゃん。後でも買えるでしょ。だって最新のものを取り揃えております。でででポッポピッポピハッピーミュージックだな。ドゥルルルドゥルルドゥ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 出てよ。ヘッチ。あちらの来た。この街めっちゃ広くねえかなんか。まだ始まるなこれは。探索始まる。まあでもアルミナよりは多分マシだろ。マシっつうかなんか多分簡単に終わると思うんだけど。あれ結構手こずったからなあれは。敵も強かったからなんか非常によくやった。マシの来たのこいつ？お前か？お前がヘッジか。お前がヘッジか。おーし、いいぞ。町の北ってのに普通にね、この町を出てきたってこと？その可能性もちょっと否定できんな。いねえじゃねえ。町の北行くよじゃん。このまま行こう。なんもねえし。今日広いな。お、人が普通に立ってるぞ。何やってんのお前。なんか言うの、ね、すげえあれだな。ドバイスだねこいつ。鍵。でこれどうする。ああ。なるほどね。最近この曲聴けるようになってきたらなんか俺はちょっと嬉しいよ結構。黄昏の曲だななんかこの外の曲は。グラビアアイドルが2体出てきた。2体というかなんか派閥が。こいつもなんかあれだろ最近ちょっと有名になり始めてあれだもん。私は負けないわよ。海のちょっと争いが始まるこれから。たまらないぜ。マニアにはたまらない。よだれが出るぐらいの最高のイベントみたいな。ドリームマッチみたいな。ボクシングチャンピオン同士の戦いみたいな。早く。俺逃がせ。俺逃がしてくれ。
どこにあんだ、あれ、あいつがいた、あいつか。パピポーマッポッポ、おー、これだ。よし、まあこれでいけと。よせそよぶったら、俺はそう思っていてや。まだ複雑そうな地形をなんかしておるな。マンタレ、まださまよる人ぞ。海のちょっと争いを、海大会をしている。泳ぎ大会、どんだけ楽しんでんの一体。お前らちょっと海を堪能しすぎだろ。さまよいよ、おお、なんだこれ。なんかさらなる深海に行けそうな感じがするんじゃねえか。大海上物語じゃんこれ。ここにちょっとヤバいダンジョンがあるぞ。あれ、これ何、テルテテテテテ、またこれ系か。またヒドラ、もうだんだんちょっとヤバいモンスターいっぱいできたな。大丈夫かな。ニョクチョウチ強えな。あんまり変わんない。いや、ちょっと若干気まずくなってきたな。前までちょっと仲いい感じだったけど、この4人は。恐ろしい感じが始まっておる。トゥル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 。ボビーボビー。まだ全然余裕じゃねえか。敵なんかもっと強いと思ったけど、結構意外とあれだな、いけるもんだろ。これ強いし。やたら強いし。トゥルトゥルトゥル。これ乗っていくかも。早く行こう。なんだったんだっけこれは。あ、また宝がある。またおだわ、シードラゴン。どうも殴りできんじゃないの。魔法でやってもいいしみたいな。お好みでちょっとなんか気分で変えられる。36番、でも今全然、あ、こいつは魔法が強いか。まあ連発されたらきついね。ルフィは今自分の存在理由に対して今ちょっと疑問をいろいろ抱いてる。そこはダメだよ。もうちょっとジミーがな。もうちょっとジミーがちゃんと支えないとな。男としてな、そこは、ね。やらなければならん。俺がいつでもそばにいるって。いつもあれだろって。いつもイチャついてんだから。イチャコラしてんだから。ここでやらなきゃいけない。いつもイチャコラしてなんか、ここでやらなければ、やらなくてどうする。ビッグアール。一回じゃあ戻るか。よーし。さあ、どちら。俺たちは運命の分かれ道にちょっと立たされている。正解は光で満たされているか。もしかしたら神秘の針、こんなのあるんだ。なんかこんなん使いそうにないけどな。使うのか。ミラクロス、相当宝箱でかいのかな。なんかよく考えたら船と同じぐらいの宝箱のでかさって考えたら結構あれなんじゃない。かなりやばいんじゃない。この床の模様がなんかやだろ。なんか断末魔っぽい。なんかあれはさ、あれをつかグランドブレードか。買わなくてよかった。448って、コマ入りが448って相当すげえぞ。相当のあれだよ。いや、これ登るとこないの。こっち行けばいい。おなるほど。俺なんかすげえ色飛ばしまくってる気がするんだけど、絶対ね。俺でもなんかね、そそらないんだよな。なんかあんまりなんか、ここにしかない超絶対的なレアアイテムみたいな。なっそうな気がするもん。だから今までなんかそのストーンゴーレム、ちょっと今まではなんか経験的に考えるとなんかあるんだけど、どっち下、こっちあれか、湯止まりか。やってやるよ。じゃあ記念撮影でいこうか。この大陸に上陸した記念撮影、ツイッター載せるわ。ちょっとこいつらとみんなでなんか集合写真撮ってるとこ全然食らわねえし。なんだこれ、バラつきがあるぞ。めっちゃダメージにバラつきありすぎだろ。本当に情緒不安定なのかもしれない。俺ジュニアは割と安定している。この安定さ、それに対してルフィは全然安定してない。ちょ、己の存在意義に対してちょっとあれだな、疑問を抱いてる最中にかなりやばいぞ。支えなきゃダメだろ、ここは。